してもやっておかなきゃならないってなんかあるだろう。何もかもさては置いてしたいことあるかい。友達となんかつるんで仲良しで時間交わして、自由行動しちゃダメだってなんじゃそれ。怠ければすぐに癖になる、甘い顔すれば調子乗る、手をつなぎゴールなんてしないわ。簡単なことを急がばままれと誰かが言ったけど、もう咲いたコースで行くことにしたわ。ウォンウォンウォン、遠くにキラリと光る星が見えるの。することははっきり分かっているから、怖くない。どうしても納得できない、不条理な社会の中全員を説得してく意味なんてあるかい。悪いのは全部人のせい、悪いのは全部時のせい、悪いのは全部運のせい、なんじゃそれ。鍛えてもすぐにできないが、いつの日かそれができるから、し続ける努力って報われる。難しいけど意味があるんだよ。ボンボンボン、地獄の景色もしっかり見れないなら、どんな場所いたって藁もつかめない。栄光はスコラ、はっきり分かっているから、 Go on。